俺は医者だ。美容外科の看板を出している。この科に来る人は深い事情を抱えていることが多い。ただ言われた通りに顔を変えればいいというわけではないのが難しいところだ。例えば病院を転々としながら何度も手術を受け続けているような人には、心療内科的なスタンスでの対応も必要だったりする。そして、俺は面倒見が良すぎる。客に対して親身になりすぎるあまり、医者の範囲を超えた仕事をしてしまうことがある。美容整形には流行り廃りがある。少し前まで客のほとんどは俳優やアイドルの写真を持ってきたものだ。それが急に変わった。今時の客は自撮り写真を持ってくるのである。誰もが SNS で自己アピールをするようになっている。そこで自撮りを公開するわけだが、最近はアプリが進化していて、その写真や動画をとんでもなく盛ることができる。今の若者は出会いも交際もネット上で行う。コメントを交わし、ビデオ通話でデートして恋愛まで進む。他人との肉体接触は極力控えなければならないから、実際に会うのはすっかり打ち解けて信頼関係ができてからのことだ。その段階ではもう結婚が決まっていることが多いのである。そして慌てて駆け込んでくる我々医師のところに。この顔にしてください。そう言いながら見せるのは自分の顔写真だ。ただし思い切り美化した自分も。つまり最近の美容整形手術は自撮りアプリの効果を現実の顔面に施すことがメインになっているわけだ。技術は進化しているから大抵はなんとかなる。アプリでスリムに修正した箇所は脂肪吸引するし、逆にふっくらさせた部位にはシリコンを注入する。入れ墨の要領で皮下に顔料を入れることもある。顔の上に美人画を描くようなものだ。ただし、その女性のケースはとても困った。元の顔と公開している自撮りがあまりにも違っていたからだ。というか、全くの別人だった。最先端の整形手術をもってしても、思いのままの顔にできるわけではない。現実は探偵小説やスパイ映画とは違うのだ。例えば、目と目の間の距離や首の長さは大きく変えることはできない。体重100キロの人を手術だけで40キロにすることも不可能だ。彼女の場合、実物と自撮りの差は単に仕込みと美女の違いというレベルではなかった。豚と人くらいの差があった。アプリを使って自分の顔を修正しているうちにエスカレートしてしまうというのはよくあることだが、彼女の場合はその度が過ぎ、別人の顔を完成してしまっていた。その顔で SNS 上でチヤホヤされているうちに、いつしかそれが本当の自分だと思い込んでしまっていたのだから話は厄介だ。やがて特定の男性と楽しく会話するようになり、それが恋愛に発展していく過程でも思い込みは解けなかった。相手といざ会うとなった時に鏡を見て初めて我に返ったというわけだ。イカれたメンヘラを予想していたのだが、話してみると意外にもその女性は極めてまともな人だった。自分の置かれた状況を理解し打ちひしがれていた。俺は画面上に限界までの整形をした彼女の顔面シミュレーションを出してみせたが、彼女は首を振った。これでは通用しない。と俺もわかっていた。相手をがっかりさせることは間違いない。彼女はその男性のことを本気で好きになっていた。結婚の話をどうしても実現させたいと切に願っていた。どんなことでもします。お金にも糸目はつけません。その言葉にも説得力があった。彼女は知られた財産家の一人娘だったから。そこで俺は医者の立場を一旦置いて、彼女に医学とは全く別の方法を提案した。その彼とのデートに代役を立てるのはどうかと。俺にはハッカー探偵の友人がいるから、彼女の自撮り画像に似た美人を探してもらうことは難しくはない。もちろんそれでは根本的な解決にはならない。ここからが大事なプロセスだ。彼氏と現実でのデートをするたびに派遣する代役を差し替えていく。その顔をだんだんと少しずつ本物の彼女の顔に寄せていくのだ。そして最終的に本人が参上すれば大成功というわけである。そのためには自撮りの顔から実際の彼女の顔まで段階的に似ている女性を準備しなくてはならない。30人もいれば十分だろう。毎回相手が変わっていることを気づかれないように、それぞれの女性に特殊なメイクを施すことも必要だ。その心得も俺にはあった。
30人全員に本物の女性の情報をインプットして、さらに口調や表情を練習してもらう必要もある。仕事はそれぞれ1回のデートだけだが、ギャラは相当の金額になる。プロジェクトはスタートした。初回のデートの日程は決まっていたから焦ったが、なんとか間に合った。最初の一人、自撮りの彼女に一番似ている、つまり本物と一番似ていない女性が無事見つかった。次のデートまでには2人目を、その次のデートまでには3人目を見つけなくてはならなかったが、とりあえずは1人目を急遽特訓した上で待ち合わせ場所に派遣した。電話がかかってきた。先生、大失敗でした。彼女からだった。ちょっと休憩しますね。あと1ページ、最後の1ページぐらいまで来ています。いかがでしょうか。はい。短い話なんでね。せいぜい4ページ、5ページの話なんで、あっという間に終わっちゃいますけど。はい、いろいろ予想していただけると嬉しいですね。あ、面白い予想してくれる方いますね。相手の男の人も毎回変わってたから意味がなかった。レッドブルホンダさん。それも面白いと思いますね。結婚後もリヌモートやる気なしおさん。面白いですね。うん。そういうのでね、それぞれのアイデアで、それぞれ小説成り立つと思いますよ。はい、じゃあ、続きを読んでいこうと思います。電話がかかってきた。先生、大失敗でした。彼女からだった。デートが始まってすぐの時間に大学の人から連絡が来ました。会って1秒でバレちゃったって。それで私、現場に駆けつけたんです。あー、俺はうなだれた。これは俺の責任だ。先生、今から伺います。一緒に。一緒に？誰と？彼とです。実はもう先生の委員の前にいます。俺は震え上がった。彼女は俺が考えた悪巧みを全て話したのだろうか。彼は激怒しているはずだ。告訴されるかもしれない。言い訳を考えている暇もなかった。二人はすぐに院長室に入ってきた。彼女ともう一人は背の高い青年だった。土下座しようとする俺に彼女は慌てたような口調で言った。先生、私、お礼を言いに来たんです。お礼を言いに来たんです。私たちうまくいったんです。もう結婚の日取りまで決まって。え？彼は私の容姿が目当てじゃなかったんです。俺は改めて彼を見た。サングラスをしていたが、とてもイケメンだということは分かった。その手を彼女は愛おしげに握っていた。そしてそっと促して彼を一歩前に進めた。彼は微笑みながらうなずき、俺に手を差し出した。握手をしてから、俺はようやく気づいた。ちょっと休憩しましょうね。この小説はあと一行で終わります。最後の一行で終わります。いかがでしょうか。いかがでしょうか。最後の一行、ね、予想。自分の本読むのとまた違う面白さありますね。こういうのね、ちょっと YouTube で朗読するのも、僕朗読がそんなに上手くないんだけどね、小説家が自分で朗読するっていうのも悪くないと思いません？こういうのも。はい、じゃあ最後の一行いきますよ。その一行前からいきましょうか。握手をしてから俺はようやく気づいた。彼のもう一方の手に白い杖が握られていることを。